転職を希望される方、あと採用されたいっていう企業の方、まあ、それぞれと会話して、まあ、そのキャリアのありたい姿、事業のありたい姿をこう明確にした上で、そこをじゃあマッチングさせるみたいなお仕事かなと捉えてます。企業さんは結構直接経営層の方とやり取りしたりすることがあるんですけど、その時にやっぱり求人の要件ではなくて、企業の哲学とか企業がこうありたい姿っていうのをディスカッションさせていただくことが多いです。あくまでも私たちはこう意思決定の支援者だっていうふうに思っているので、一番いいその方にとっての選択ができるようにっていうのは心がけてます。自分は活躍を支援する側なので、企業さんが採用が決まってその事業が大きくなりましたとか、転職して自分の部署を立ち上げて自分の部署でまた採用することになったので、ゆりかさん手伝ってくださいっていうふうに声をかけてもらえたりとか、転職っていう一時点からいろいろな縁が広がっていくっていうふうに感じた時は、すごく私も嬉しいなっていうふうに思います。すごく自分らしさとかを尊重して活躍できる環境を整えてくれるような会社かなっていうふうには思っています。営業とかってやり方、正しいやり方はないと思っていて、じゃあ私の強みはここだからこんなふうにやってみようかとか、あなたの強みはここだからこういうふうにやってみようとか、その十人十色のやり方でマネージャーも結構支援してくれる部分があったかなと思います。やっぱり成長機会が多いところかなと思っています。でやっぱり転職希望者さんも企業さんも、まあ、いろんな課題だったりとか目標があって、そのためにどうすればいいか、その課題解決の手段、一緒に考える課題解決の手段がすごく多いので、私も日々成長実感を持ってますし、あとはやっぱり私が成長することでその方々に返せるものも大きくなっていくから、こう使命感を持って常に仕事ができるっていうところはあるかなと思っています。私はなんかモットーとしてやっぱり自分の関わる方にはプラスの影響を与えたいなっていうふうに、それが一時点ではなく長く続くと一番いいのかなっていうふうに思ってるんですけど、それをこう仕事でも思いを続けることで成果につながっていくっていう、なんかいい循環ができている実感があるので、いろんな方が自分らしく働くことをサポートできる、とてもやりがいのある仕事かなと私は思っています。はい、そして私も自分らしく働けています。